登山をした時に炊きたてのご飯を食べるのを諦めていませんか？今回はクッカーが焦げついてしまう、そして炊飯は面倒で時間がかかる、アルミクッカーじゃないと炊飯ができないという、そんな固定概念を覆すポリ袋炊飯について紹介します。こんにちは、山旅旅チャンネルです。紹介するのはアイラップ使った時短簡単炊飯方法について紹介をします。例えばこのような熱伝導率が悪い時短クッカーでも炊きたてのご飯を楽しむことができます。今回はポリ袋炊飯の方法とどんなクッカーでも炊飯ができることを証明するために、このようなエバニューのコンパクトな時短クッカーでポリ袋炊飯に挑戦してみます。まずポリ袋炊飯とはどういうものなのかということを紹介します。ポリ袋炊飯とはその名の通り、このようなポリ袋に米を入れて炊飯をすることを指します。ポリ袋炊飯は普通にクッカーを使って炊飯をする方法と比較すると5つのメリットがあります。1つはこのような袋に入れて湯煎するだけでとても簡単にできるということ、難しくないから誰でもできるということ、袋の中で炊飯するのでクッカーが汚れないということ、時短クッカーで炊飯ができるということ、蓋がなくても炊飯ができる、この5つが挙げられます。いずれも登山の時に炊飯をするのにとても便利なことばかりです。使用するポリ袋は湯煎が可能なこのアイラップという商品です。このアイラップという商品、ポリエチレンを使用した最低温度-30°C、そしてサイズは横が 220mm、 縦 350mm、 そしてマチがついている寸法で、フィルムの厚さが 0.009mm ある岩谷から出ている製品です。アイラップは Amazon などで購入することができます。袋に圧力をかけるとマチ部分に穴が開くことがあるということが注意書きに書かれているので、袋に圧力をかけるとマチ部分に穴が開くことがありますということ、そして120度以上になると袋が破けることがありますという注意書きがありますので、このようなそのようなことがないように炊飯を行う必要があります。またこのポリ袋で今回炊飯をするということを紹介するんですが、湯煎調理そして冷凍食品の保存にも適している袋なので、山に冷凍食品を持っていきそのまま湯煎をすればおかずが完成します。そしてそんな時に持ち歩くアイテムとしておすすめなのがこのスタンドコジーです。このスタンドコジーは中がこのようにアストロフォイルになっているので、冷凍食品などをこの中に入れておいてこのように蓋をしておけばずっと冷凍食品が溶けづらくてとてもおすすめです。その他にもこの山旅で販売している食品を持ち歩くのに便利なアイテムもありますので、ぜひご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。それではポリ袋炊飯に挑戦していきます。準備するものは6つだけです。まずお米です。今回はちょっとクッカーが小さめということと、一人用のご飯として1合は少し多すぎるのでだいたい 0.75 ぐらいのお米にしています。そしてお水です。お水は今回1リットル準備していますが、使用するお水はもっと少なくて大丈夫です。そして今紹介したポリ袋、これはこのような三角形の箱型で60枚入りなんですけれども、これごと持っていく必要は全くありませんので、お米を入れて準備することになります。クッカーです。クッカーは今回570というサイズのエバニューのチタンクッカーを使いますが、お持ちのクッカーで全く問題ありません。そしてストーブです。今回はこのような外のウィンドマスターといったストーブを使いますけれども、固形燃料でも大丈夫です。そして燃料です。お米の匂いが気になる人は時短のために無洗米がおすすめなんですけれども、僕は基本的に無洗米じゃなくてもそんなにお米の匂いは気にならないなというふうに思っているので、今回も普通のお米を使ってしまいます。続いて自宅での準備持ち運び方法です。お米はこのように食べたい量を今回は 0.75 ぐらいですけれども、このようにお米をアイラップの中に入れます。こんな感じでアイラップの中に入れて結んで持っていきます。準備はこれだけです。アイラップは念のために破けたら嫌なので2枚使用します。それではいざポリ袋炊飯に挑戦をしていきます。まずはじめに持ってきたお米の入ったポリ袋に必要なお水の量を入れていきます。今回 0.75 なのでお水の量は 140ml です。
まあ、お米1合に対して約 200ml のお水というふうに考えておくと良いでしょう。 140ml はこのクッカーでお水を測ります。エバニューのチタンクッカーの場合はちょっと測りづらいんですけれども、160という数字があるので、この160という数字のちょっと下ぐらいまで入れるという感じです。でお水をこのように入れていきます。でこういう感じでしっかりとお米にお水を吸わせてあげて、本来だったらこれで20分とか30分とか放置するとお米に水がしっかりと含まれてふっくらしたお米が炊けるんですけれども、まあ、今回時間短縮ということもあるので、結構早めに炊飯をスタートしていきたいと思います。お水を入れたらこのようにしっかりと空気を抜いて結んでいきます。で続いてクッカーの中にこのようにお米の入ったアイラップを入れてお水を入れていきます。このアイラップを入れずにお水を入れてお湯を沸かしてしまうと、後にこのアイラップを入れた時にお水が少なかったり逆に多くて溢れてしまうことがあるので、先にこのようにアイラップを入れておいてその上からお水を入れていきます。であまりギリギリまで入れてしまうと沸騰した時にお水が溢れてしまうので、だいたい今お水の量8分目ぐらいまで入れてあげます。そしてお湯を沸かしていきます。でアイラップをそのまま置いとくと沸騰した空気がアイラップに当たってボコ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 と音するので、少し持ち上げて置いてあげて強火にして一気に沸騰させるのがおすすめです。で沸騰した後はずっと強火にするのではなく弱火にして沸騰した状態を保ちながら湯煎を進めていきます。でまず沸騰するまで待ちます。で沸騰してきたのでこの状態で弱火にしてラップを入れます。今回はポリ袋を使った炊飯に挑戦してみましたが、だいたい2種類の18分経過した時と22分経過した時のお米の硬さというものを確認してきたんですが、18分だとやはり芯が残っているような状態です。通常だいたい15分ぐらいで直接クッカーにお米を入れて炊飯をした場合だと完成するんですが、ポリ袋炊飯は通常の炊飯と比べると少し時間がかかるということを覚えておきましょう。今回ポリ袋を使った炊飯に挑戦してみましたが、ポリ袋を使っておかずを湯煎調理したり温めることもできるので、このようにクッカーを全く汚さずお湯を沸かすだけで食事を調達することができます。ぜひ皆さんも山で美味しいご飯を楽しむためにポリ袋炊飯に挑戦してみてください。